マイクオッケーです。本番まであと2分です。今日はよろしくお願いいたします。いいえ、こちらこそよろしくお願いします。いやっほかわいいじゃねえか、俺好みだぜ。やめられねえ。お前デビルマンか。どうだい、あたいの毒液は。よくやった、計画通りだ。でも今回はちょっとヤバかったかな。うん、それにしてもデーモンのやつら最近あからさまに人間を襲うようになってきた。もしかしたらそろそろ何か大きな。ミーコさん。ユミは大丈夫です。そうか。ほら、待て。
悪魔じゃねえよ悪魔じゃねえよてめえ何トロトロ走ってやがんだよなめじゃねえかそらお客さんやめてくださいようるせえてめえ悪魔だな違いますよやめてくださいただいま。おかえり。ねえタレちゃん、アキラくんから何か連絡あった？ないよ。そう、3日もどうしちゃったんだろう。恋する乙女って大変だね。バーカ。ねえお父さんたちは？悪魔狩りだって。三丁目の佐藤さん、いやいや出てったよ。仕方ないわよ、だって行かなきゃうちが疑われちゃうんだもの。その時私は父の残した研究ノートから奴らのすべてを知ったのです。恐るべきデーモンの、デビルマンのすべてよ。それではここでアスカ漁師の映した衝撃の映像をご覧いただきましょう。彼は不動明、私の親友でした。ちゃん、
さあ見つけてください悪魔ども。奴らは化けるのがうまいのです。あなたもいつ悪魔の餌食になるか分かりません。お前らそれでも人間か。そうだよ。人間の不安と恐怖につけ込んだテレビ放送か。ミコ。は。俺は牧村家の人たちが心配だ。お前たち二人は先にアジトに帰り、デビルマン軍団と合流しろ。はいはい。遅刻するぞ。待ってよミキちゃん。行くぞ。ああ。アキラ様。どうした。らしいです。セロス。わかった、すぐ向かおう。はい、待ってください。アキラ様、お体は大丈夫なのですか。何を言っている、問題ない。さあ、弓がつけられた。
デビルマン不動明、もしお前がデーモン軍団に加わるのであれば、命は助けてやる。どうする、不動明？不動明か。サタン様、やはり動き出しました。ああ、分かっている。全てがここから始まってしまうのだな。はい。アキラ、そういうことか。最強の勇者アモン、やっと正直だったりすれば無敵なんだ。まで振り倒せ。私が
敵に背を向けて逃げるとは許せん。あとはお前一匹か。一つだけ聞く。サタンはどこだ？アモン、俺はお前と戦いたかった。デーモン族最強の勇者と言われ続けたお前と、そしてやっとこの手で倒せる時が来た。これも貴様が不動明からデーモンの体を取り戻してくれたおかげだ。サタンはどこだ？わかった。お前を倒してからゆっくり探すとしよう。さあかかってこい。殺してやる。少しはできるようだな。これで決めてやる。久しぶりだな、サタン。俺ははめられたってわけだな。不動を諦って人間一人を生かすために、過当な人間などに体を乗っ取られたこの屈辱、この怒り、
思い知るがいい。アモン、お前はまだ気づいていないのか。いや、気づいているのではないか。不動明がまだ完全に死んでいないということを。明、目を覚ませ明。明くん、何をぼーっとしておるのじゃ。変な明くん。ミキで、さっきの話なんだけど、どうしたらいいと思う？あー、ミキちゃん悩んじゃうのよね。困ったわ。ねえ、お主はどう思う？なんだっけ。ああ、やっぱりまた聞いてないな。もう待ってくれよ、ミキ。ミキちゃん、ミキ姫。魔女よ、舐めるな。危ない、ミキ。ミキ。探してたんだろう。なぜそんなものを見せる。貴様と戦い、今度こそ全てを消し去る。そんなに戦いたいなら戦ってやる。
俺は牧村家に不幸をもたらせてしまった。俺が君を死に追いやってしまったんだ。俺が君を殺したんだ。ミキ、俺は貴様、泣いているのか。女のためにまだ立ち上がる力があるのか。俺は人間であることを捨てた。だが人間の心は捨ててはいない。お前にこの俺の気持ちはわかるまい。もう俺はお前に負けることはない。笑わせてくれる。今とどめを刺してくれるわ。なんだ。何？
なぜだ。Keep to